前から、知り合いだったんですけれど、一緒に回ったことが今までなくて、今回は本当にね、初めて楽しい旅をしてますね。早くて明るく元気のいい調子で歌っていることが多いんですけれど、今日はちょっとゆっくり静かな感じで歌おうと思います。どんな内容の曲かというと、愛しい人よ僕はもうすぐ天国からお迎えが来るところだ。君にお別れを言わなきゃいけない時が迫っている。でもどうか泣かないでほしい。またあの空の上で天国できっと再会できるはずだから、それまで現世で幸せに暮らしているんだよ。そんな内容の
じゃあ次はあのシーベックシムアという曲をやります。前半でお話ししましたキャロラン、盲目のアイルランドの作曲家、前半ではそのキャロランが死ぬ間際に作った、フェアウェルトゥミュージックという曲を演奏しましたが、今度はそのキャロランの出世作ですね、若い頃に作ったシーベック&シムアという曲を一緒に。アイルランドの花なんですけど、それが
あの咲き誇るそんな綺麗な場所になりましたっていう、そんな内容を歌にしている、そんなものでした。もう一曲、アイルランドにゆかりの歌を歌います。これもアイルランドからアメリカへ渡った人について歌った歌詞なんですが、こんな内容です。昔おじいちゃんの時代にふるさとのアイルランドからアメリカへ渡ってきたんだ、一旗あげようと思ってアメリカがふるさとって呼べる場所になるように毎日毎日働いていたんだけれど、辛い時にいつも口ずさんでいたのはふるさとでみんなと一緒にダンスを踊ったセンタニーズリールという曲だった。今では年を取って孫がいるそんな年代になったけれど、孫が可愛い金髪の彼女を連れてきて2人でダンスを踊る時の曲はやっぱりあのアイルランドから渡ってきたセンタニーズリールのメロディーだよ。さあ今夜もフィドルとマンドリンを手に取ってふるさとアイルランドから渡ってきたあのメロディーで一緒にダンスを踊ろう、そんな内容の歌詞です。メロディーはセンタニーズリールというそのアイルランドのアイリッシュダンスのために作られた。
人の耳が来てるでしょ。本当はね、最後みたいにあのこういう、はい、ちょっと早めのテンポでみんなこれに合わせて夜通しダンスを踊るというそんな曲なんです。はい、じゃあラストですね。では最後に今日本当に長い時間ありがとうございました。本当に素晴らしいところでね、演奏できて。